ここまで約3メーターか4メーターぐらい伸びるんですけど、それ養生してないですので、あの私たちがちょっとイメージしてたのは、はい、まあこういうあの汚れてそうなところを墨を取って、はい、で確認しようかなと思ってましたけど、はい、例えばこれ伸ばしたら、はい、解体には私のでやります、はい、ということです。あとヘッドライトもですね、ヘルメットをで、あと持ち物の方の確認、うん、岩永さんからお願いします。そう、今日の装備です。まず、竹内さんの方でバットのカメラ付きですね。あと林田さんに、iPad コントロール用、あと安井さんに2つ照明で、私カメラ1台で、あと羽賀くんがカメラ1台で、いいですね。で、あと上野さんの方で リクライトを1つというところで、はい。で、安井さん、ちょっと、はい、で今日は線量の条件も厳しいので、で4ミリで 3.2 で、管理しましたが、で3回になったらみんな離れる、現場を離れる、それから、いろいろあれこれ、なんていうか、寄り道をせずに最短コース、与えられているミッションを完了すると、でリトライをしないということを徹底して被爆管理をしながらやりたいと思います。もう一人カメラ入れてもらっていい？はい、後ろ、はい、補助中に行って、ちょっとカメラ今、はい、カメラオン入った、はい、撮影中、撮影中、了解、いただきます。
貫通したかな。貫通しましたね。2階。一番の針の南側。3回目。どこだって。あ、ガレキの手前だ。3回目。はいはいはい。